はい、はい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 、うん、うん、おお、すごい。ちょっと今ここに引っかかっちゃって。はい、スタート。うん、うん、うん。あ、よいしょ。ました。やんないよ。よいしょ。ふいふいふい。思わずちゃこちゃんが上に乗りましたが、初登頂です。実は棚の上には過去乗ったことがありません。覚えてるかな、今ので登れるぞって分かったかな。ちゃんもタコちゃんに比べるとだいぶ大きいんだね。でもジャン君からすると子供のサイズだ。ってことはジャン君すげえ巨大ってこと。だってシオ君と、うん、ハンモックで並んでる時に、うん、あ、シオ君より全然ちっちゃいなって思う。そうだよね。でシオ君よりジャン君はでかいよ。
さこちゃんはさ、うん、ちょっと間が空くと休憩するね。さこちゃん、いいね、君。女の子っぽいじゃない。ラブくん、シオンくんには休みはなかったのにね。あ、シオンくんにおられました。ピッて言ったね。すごいいい音したね。ああ、完全に折れた。完璧に根元から折れました。あ、まあそしたらグリップなしでやります。まあね、あ、でも扱いやすくなるかも。ちょっと短めの方、このグリップをこのサイズにつければいい。まあ引っ張っていかれるときにさ、カジキマグロ釣ってるおじさんぐらいぐにゃーっと曲がってたので、いずれはやられるね。うん、あ、シオンくんはカジキマグロっていうよりシャチだね、この柄は。かっちょいいね。ほら、このままも、あ、パタポキ折れた。こんな状態です。3つに折れました。こんな風にやられました。そしてこれでもできるもんね。もう最後ボロボロになるまで。あ、そこにもう引っかかってるからちょっと取れないかも。いいよ。みんなで取り合いか。危ないからこれ持っていくね。はい、あー、またまた。シオンくん気をつけないと。力強すぎる。はい、持っていく。はいはいはい。ダメだね、シオンくんに掴まれた時はもう逆らわないで、そうだね、委ねるしかないね。はい、まあ、うちの狭さだとこの長さちょうどいいかもしれない。ちょっと長さ持て余してたから。よく飛ぶね。ちょっと廊下の時にあれだね。ああ、そうね。あ、持ってかれる。危ない、危ない。一度身を委ねて隙を見て抜く。だいぶ絡まってきた。
シオン君じゃない、アンズちゃんの爪とシオン君のパワーから来ます。アンズちゃんの爪とパワーから来ます。いや、もちろんそうなんだけど、その下でね、掴んでたの、それを離したら出てきた。今面白い絵が撮れたんです。それさ、それ自体にさ、うん、なんか巻いて、まあ、でも、全然持ちやすくないわけじゃない、このままでも。休憩しようよ。隠すよこれ。はい。はーい。はい。はい。ってくるのまた上でいいの、うん、チャコちゃん、チャコちゃんは食欲よりご飯ですられない女だね。そうです、チャコちゃんは遊びの方がいいらしいです、はい、シオンくんが来ましたよ。あった、あ、はい、はい、はい、じゃんじゃん、やっとくか、うん、はいはい、よいしょ、なんでちゃん、いい子ですね、よしね、ちょっと手伝ったかな、はい、いい子だね、あんずちゃん、はい、いい子です、うん、ふふふふふふふ、あとでフリーで撫でましょう、うん、あんずちゃんがね甘えてくれたらね、こうやって、スリスリってし始めたら、うん、ちゃんくん、はい、おいでご飯だよ、ちゃんくん、おいで、はいはいね、あ、そっか、外、うん、閉められない、君はずっと外にいられる人です、あれ、じゃあ、いや